イオンオリジナルはドバイ警察仕様なんだね。はい、皆さんこんにちは。今日は3月発売の販売店オリジナルトミカが各社それぞれ出揃ったのでチェックしていきます。で、1つ目がトミカショップオリジナルのトミカ養豚場トラックです。発売日は3月1日になってるね。で、この辺りは前回発表されてたのと同じだね。で、2つ目がトイザラスオリジナルのマツダアクセラスポーツオフィシャル化仕様です。こちらのモデルは3月16日発売予定になってるね。このモデルは実車で存在しているデザインだそうです。確か岡山のサーキットだったかな。で、次は今回発表されたのがこれだね。イオンオリジナルの BMW i8 ドバイ警察仕様です。発売日の方は3月23日になってるね。で、デザインの方をよく見ていくと、ホワイトのボディカラーにグリーンのラインが入ってていい感じのデザインだね。確かドバイ警察仕様っていうと GTR とか他のモデルでも存在してるよね。で、今回のこの i8 のドバイ警察仕様も実車で存在してるそうです。ドバイっていう国はすごいね。で、下の方を見ていって、アクションの部分はサスペンションだけになってます。で、次見ていくと、アピタピアゴオリジナルの世界の国旗トミカトヨタ 2000GT カメルーン国旗タイプだね。こちらの方は3月23日発売予定になってます。デザインの方はイエローなのかな。ボンネットの部分には国旗がデザインされてて、全体的にかっこいいデザインだね。で、このモデルは3月23日発売だけど、予約の方がそろそろ開始されるね。アピチャのオンラインショップの方をちょっと見てみます。はい、アピタのオンラインショップのページに移りました。予約商品3月23日発売って書いてあるね。で、下の方を見ていくと、パッケージデザインはこんな感じになってるね。もう一つのデザインはこんな感じの写真になってます。で、下の方を見ていくと、販売期間が2019年の3月5日10時から3月5日の23時59分って書いてあるね。で、最近の予約の傾向を見てると、だいたい販売開始からお昼過ぎぐらいで一旦在庫終了になるかな。で、気になる方は3月5日の10時にアピタのオンラインショップの方で予約の方をチェックしてみてください。で、予約できなくても発売日当日アピタのショップの方では結構在庫豊富に入荷されるね。だからそこまで心配しなくてもいいかな。はい、こんな感じで3月発売の販売店オリジナルトミカは4車種だね。その中でも一番の注目になりそうなのが、今回発表されたイオンオリジナルのドバイ警察仕様かな。このドバイ警察仕様っていうのは実車でも配備されてるので結構人気になりそうだね。過去のモデルでは GTR とかいろんなモデルでこういうデザイン採用されてるので、このモデルもコレクションしたいね。で、こちらのトイザラスオリジナルのマツダアクセラスポーツの方も実車で存在してるっていうところも魅力的だね。で、このモデルはトイザラスのオンラインショップの方では現在予約受付中になっているので、そちらの方も気になる方はチェックしてみてください。で、いよいよ3月1日はトミカショップオリジナルのトミカ養豚場トラックの発売日だね。こちらの方もタカラトミーモールの方では結構早くに在庫切れになってたね。で、最寄りにトミカショップがある方は発売日当日手に入れるチャンスだね。はい、こんな感じで3月発売の販売店オリジナルトミカはこれで各社で揃ったね。で、それぞれのモデルが発売日が違ったり予約開始期間が違ったりするので、そのあたりも注意してください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。